でんちっす。あ、誰も知らない、今回は何でござるがね、獣。獣狩りの夜、イカレタコスケでござる。今回これをやっていこうと思うでござるよ。めっちゃ話題になってる。いや、実際どれぐらい話題になってるか知らんでござるが、ワイルドハーツ。まあ、多分一番気になってんのは、モンスターハンターとか狩りゲーメインに遊んでいるプレイヤーたちではないかなと。拙者、にわかではござるが、モンスターハンターガチガチのガチ、5、6000時間余裕でやっている男、もしかしたら何かしらレビューができるのではと期待していたでござるよ。まあ、レビューができることも期待してたけども、まあ、仮ゲーが出ることも期待していた。そんな感じでござろうか。すぐモンスターハンターと比べるという流れ。やっぱりね、仮ゲーって少ないでござるよ。協力のゲームの中の話をしろ。おやおや、これは、カムラの里の代謝跡でござるか。環境生物が。お、あれは、あれはなんとか長。あ、ここでモンハンにわかが出てしまったでござるな。まあ、PV とかはいろいろ見てきたけど、そんなに詳しく下調べしてないんで、ぶっちゃけ、仮ゲーとしか知らんでござるよ。でね、これね、拙者期待してる部分としては、これ、光栄テクモさんでござろ？拙者、ダークソウルとかエルデンリングも好きなんだけども、あそこからも、実は、仁王っていう、まあ、いわゆるソウルライクをがっつり寄せた感じのソウルライクゲーム、出てたんでござるよ。でも、仁王出た時は、拙者は、はっ、パクリが。って、ぶっちゃけ思ったでござる。でも、やったらハマったんだよね。おっと、もう動かせるぞ。なんか喋れやと。あ、ジャンプできる。ああ、ああ、うんうんうん。あ、でも、ああ、なるほど。もうすでにここで結構来てる。結構来てるな。あのね、まあ、ちょっとこれ両方やった人しかわかんないかもしれんでござるが、サクッとした操作感は、無双系と仁王系にちょっと近い。でござるね。だけど、ちょっと武器を振った感じは、仁王系よりこれモンハンだわ。感覚的には。ちょっとモンハンっぽい。あ、いや、じゃあ赤老どっちだ。なんか、モンハンと赤老足した感じ。モンハンと赤老足した感じでござるね。攻撃自体に若干癖があって、でもサクサク触れるっていうね。おー、今ちょっと、今これ交換色でござるね。多分ね、これね、気になる人がいるとすると、武器の振りの軽さ、なんか通常攻撃イコール、ペイペイペイってボタンを押す感覚苦手な人いるでござろう。拙者結構そうなんでござるよ。なんか重みがないと苦手なんだけど、割と重みあるでござるよ。まあ、ちょっと進めよう。ちゃんと進めような。10時間しかないからな。ちなみにね、プレステ5版は、月額500円ぐらいのサブスクに入ると、まあ、とりあえず、先行体験版が、まあ、そのサブスク500円分だけでできるでござるよ、10時間。で、パソコン版は、1300円ぐらいのコースに入ると、と、16日からプレイが可能になって、しかも体験版は、無制限。でござる。なんか出てきた。なんか出てきたでござるね。いいよいいよ。いいよ。能動があるの？戦っていいの？片手武器？何それ？あ、なるほどね。あ、今のところ、すごいアクションゲームでござるな。アクションゲームだわ。いいよ、いいよ。今アクションゲームいいよ。あ、R1 で能動。能動抜刀の概念がある。なるほど、なるほど。結構ね、操作は他のゲームと比べると独特っていうか、ボタン配置が違うって感じでござろうか。他のゲームと全く同じものをやっている感じはせんでござるよ。ところで拙者、あの鹿なんで腹減ってんの？今宵の晩飯、今宵の晩飯、今こそ食らう時でござるよ。お、追っかけてるのか。これすごいマップだな。
全然わかんねえな、今考えてみたけど。モンスターハンターみたいな感じで始まるのかなって思ったんだけど、今のところ全然モンスターハンターじゃないでござるね。仕留める、撫でる、撫でるでござるよ。んー、ここでござるか、逃げた。この恩知らずが、あ、何を拾うでござる。拾う。ちょっと操作はこれ結構しっかりやんないとなれないかも。なんかキャンプがいろんなとこできるって言ってたでござるな。あーでも雰囲気いいな、雰囲気いいな。いくらでも食え、そなたの米じゃ。あ、そんなセリフだったでござるよ。なんか世界観もののけ姫っぽいよね。もののけ姫っぽいよねっつっても、もののけ姫がもう20年以上前の作品だから、果たして共感を得られるかどうか。いや、ジブリだから大丈夫だろう。音の主を探せ。え、思ったよりがっつりアクションやん。分からんでござるよ。まあこういうのチュートリアルだけの場合もあるからね。本編スタートしたら全然違うみたいな。誰だ貴様。なんとか棒か、自己棒か、お前貴様。やあやあ、我こそは、あ、なんだ、火か。火でござったよ。お、なんか箱が、あ、これがからくり？からくり、そういえばからくり使うって言ってたでござるね。これは一体。金目のものか。これを売れば、今晩の飯にありつけるでござるか。全然、今まだ謎だね。全然謎だね。まだ音の主を探せたな。これなんかやらされるぞ。おっこと主出るぞ、これ。おっこと主の雰囲気がビンビンに伝わってくる。おっこと主。お前に、この小僧が倒せるのか。おっこと主。お前にこの小僧が倒せるのかと聞いている。どこだ、おっこと主。PV で、見ているのだ。おっこと主、お前と戦っている様を戦うのでござろう。やめろ、あいつはボスだぞ。チュートリアルのボス。お、自己棒。あ、すまん、自己棒。怪しいものではない、怪しいものではない。あ、やべ、ちょっと待って、納刀か。失礼、捕まっつった。外より来たものか。拙者、貧賀氏の血より参った。明日かと申す。知らない人についていっちゃいけないってママに言われてっからな。多様な場所を訪れるものがあるとは。ここがどのような地か知った上で参ったのか。この腕に取り付いた呪いを払いに来た。力を得たもの、大地は操り、物は住処を広げるもの。獣、彼らに人が敗れ去った地。ヒンガシの、これがこの東の国。東の国か。住まう民は、なるほどね。獣の縄張りを恐れ、今日を生きる糧を得る。あ、なるほど、なるほど。せいぜい、あれだ、もののけ姫の獣たちに人間が負けちゃった後みたいな世界だね。お主のいでたちを見れば、おのずとわかろう。拙者、貧賀氏の血より参った。大に備えし、聞いてる？腰に携えし刀、いずれもありし日にこの地で生まれたもの。拙者、ここ、あ、ここ、ここ東の地だからね、東の国だからね。狩りを生業とする古の一族、その末裔であろう。その判断力。お主、獅子狩りじゃな。獅子狩りっていうの。てん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 。そのような格好、獅子狩りの他にあるまい。わしの目は。尻尾生えてるな。逆に、と、そなたの、いでたちからどのような予想を立てればよいのか。もう見ての通り、ただの学士じゃよ。名は嘘じゃろ、嘘でござる。無地な、尻尾生やしてその見た目で無地なで、お面をかぶっている。
その面は一体。これがわしの顔じゃよ。とうとう文部次男が喋るようになったと。何もない。いや、すべてがある。ゆえにこそ蓋をしておかねばならぬ。分かったでござる。深い詮索はせず、というかあまりじいさんの顔に興味がござらん。その生い立ち、志、すべてを聞かせてくれ。いいだろう、飯を。地にはいずこから参ったのじゃ。それがし、品貸しの地、品貸しの地がない。じゃあ大陸でもないしな。いや、じゃあ拙者イカレタコスケ海を越えてきたでござるよ。これは誠か。南の海は波高く渦巻き、船の一艘も渡って来られぬと聞いていたのじゃが。いや、って、もう元の、もう知らないからね。獅子狩りが日の元で栄華を誇ったのも今や昔。西国では獣をよそに武士が天下を争っておる。本当にあれでござるな。食いはぐれてしまう獅子狩り。もののけ姫っぽいね。いいね。あるものは獲物を捨て田を耕し、あるものは野党に身を移し。なるほど。人間たちの国と獣の国みたいに分かれちゃって、人間たちが天下を取っている地方では、まあ、逆に言うと獅子狩りは仕事がないわけだ。だからあえて獣だらけで危険な場所だけども、ここに獅子を狩りに来たと。そういうことでござるか。武士の世に居場所がない。狩りより戦を求められる。元より根なし草だ。確かに元いた地では食いはぐれた。ああ、狩りより戦を求められるか。やはり戦か。城や人を奪い合い殺し合う。その結果、守るべき土地まで焼いておれば世話はないわ。獣が見捨てた地には最初にもののけ姫って言っちゃったから、もうもののけ姫の話にしか。鉄火場だっけ、あそこでね、銃の弾を作ってるんだけどね。獣と戦うためじゃなくてね、戦争のために作ってるでござるよ。まさに。なぜお主は獣を狩る。拙者知らんことばっか聞かれてもな。なんでござるか。その理由を見つけるためじゃ。どうなようじゃの。しかし、答えを求めた多くの者がそれにたどり着けないまま生を終えておる。結構じゃ獅子狩りはメジャーな仕事でござるか。ユーチューバーぐらいはいるでござる。いかんいかん。弱いを重ねると説教臭くなってしまうのは人のさなかの。たぬき親じめ。じゃが、お主の目的はよく分かった。その意志こそが己に道を示すしるべとなろう。適当なこと言っとらんでござるか。お主の目的が道半ばで変わろうと、獅子狩りであることを捨てぬ限り、お主は歩み続けねばならん。任せておけ。そうしてこの金河岸の地。さて、国というからにはこれくらいにしておこう。もっと人もいるんでござるかね。お主の鍋も十分に。あ、これは失礼。ご馳走に馳走になれるでござるか。あ、これは致し方なし。かたじけない。もしやキャラメイキングでござるか。キャラクターメイキングでござるか。拙者は男口調でござるが、キャラを使うときは女子と決めておる。すまないが、おお、すごい。これプリキュレー。すっごい老若男女だな。おばあちゃんだよね、これね。いや、でもこれ和風美女がいいな。和風美女。あ、和風美女、メインの和風美女。一回とりあえず選ぼうか。あ、でも顔いっぱいある。すごいね。まあ、ここは、あれだよね。仁王とかの時もそうだったよね。キャラクターメイキングが可愛らしいでござるよ。これ後で作り直せるかな。いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。目。あ、二重。綺麗だね。
さて、できたでござるよ。めっちゃ髪型が選べるし、びっくりしたでござる。見ていただきたい、この麗しきボディに。そして、背中には桜の文様。ちょっと、ズボンで見えないけど、足元には、疾風陣雷の文字でござるが、拙者、この晒しの誘惑に負けたでござる。さあ、こいつで、この子で、行くでござる。あ、そうか、プレイヤー名。イカレ。イカれた。イカれた子で行かせていただく。いや、すごいでござるね。老若男女何でも作れるでござった。あるのか。なければわしが一つ示してやろう。すごい久方ぶりでござるな、無事なよ。霊峰より東、春が隅の鼓動を抜けた先に人の暮らす里があるのじゃ。ほう。それこそが日の元に数少なく、ここ日の元なんでござるな。里の一つ、港。港と呼ばれて、ナルトで聞いたことがある。お主にとってそこはな、え、お、なんでござる。もうさっきチュートリアルで練習した動き全部忘れてるでござるからね。このタイミングでおっこと主殿はやめていただきたい。な、お、え、現れおったか。わかるじゃろう。霊気、これこそが獣の力。イベルカーナでござる。大地を侵食し、物が縄張りへと変じる技。なるほどね、属性的なもので大地を占領していくのか。なるほど、獣を狩ろうぞ。それでこそ獅子狩りよ。ほれ、奴らの気配が近づいてきたぞ。見守っておる。手伝ってはくれぬか、ジコボ。ああ、よし、まあでもやっとこさ戦闘遠いったところ見せようか。あ、でもなんか、かわいらしい、ワンちゃん。ワンちゃんでござるね。おう。拙者と、行って相結ぶでござるか。攻撃、攻撃、攻撃。ザン、ザン、こうね。こうね、こうね、こうね。片手突き、R2 と四角と三角。三つ使うでござるか。ザン、ザン。今のところもう普通にただひたすら切ってるでござるよ。ああ、でもモーション結構細かいな。これ武器がね、いろいろあるらしいでござるから。よし、なるほど、なるほど。はいよ、よいよ、はいよ。はいよ。ロックオンはない、ロックオンはない。お、抜刀は一応あるでござるな。なるほど、なるほど。なんかあるな。あ、とどめを刺す。で、素材をゲット。まあ、剥ぎ取り的な、剥ぎ取り的な感じでござるかね。ザンザンザン。しかし、このような小さき獣とて、あ、親玉がいるでござるか。吹雪、あっちでござるな。任せておくでござる。全然まだモーションわからんでござるがね。あ、でも R1 を押しながら移動すれば、比較的自由に行けるといったところでござろうか。いやいや、我こそは、我こそ、お、なんか知らない。あ、なるほど、もしかしてそのモンスターたちの眷属がいる。獣の、獣の眷属たちがいるでござるか。あれ、こいつらもしかしてただ逃げていただけ。先生、逃げは取ってるやつらを、いや、しょうがないでござるよ。このタイミングで来たら眷属だと思ってしまうでござる。無駄にはせん、刺され肉。お、すまんでござるな。拙者今飢えてるでござるゆえ、これ美味しくいただくでござるよ。まあ、さておくとして、この上かな。何も探索とかいらんでござる。あ、いけちゃうんだけど。あー、でもさすがにここまでかなでござるね。一応マップの端的なものはあるでござるな。なるほど、恋に落ちたりすることはできんでござるよ。恋に落ちるっていうのはときめくとかそういうことではないでござる。どっちかっていうと地獄の閻魔様と月中しちゃうことでござるな。なるほどね、手を離すことも可能と。いたでござる。
やあやあ、我こそは新河岸の口よりやってきた、イカレタコスケと申す。雪の獅子と見受けいたす。行って願いたい。わあ、すごいでかい思ったより大きいですね。大きいですね。氷雪をもたらす獣を狩れ。ああ、もう、いやー、これどうだ、アクションゲームなのかモンハンなのか。あ、モンハンっぽいな。モンハンっぽいでござるな、感覚的には。ちょっとまだ何とも言えんところでござるが、あの、わかるでござるかね、モンハンやってる人はわかると思うでござるが。おっと、モンスターハンターはどっちかというと対戦ゲームなんでござるよ、 NPC との。でも嘘だろ。あ、これどっちかっていうとモンハンかな。悪い意味で言ってるわけじゃないでござるよ。要はいわゆるモンスターの立ち位置やモーションっていうものをしっかり見ながら戦わなければいけないんだけど、うわ、どっちかっていうとモンハンっぽいでござるな。アクションゲームっぽくないでござるな。変な物言いかもしれんが、今のモーションなんか見たことがある。やはりどこの国でも太刀は似たようなね、似たような円を描くでござるな。がしかし強すぎて拙者大ピンチの助。ああ、なるほどなるほどなるほど。一番気になってた部分でござるね。今んところプレイしてる感覚がね、6割7割ぐらいがモンスターハンター感があるでござるね。要はボスモンスターとの戦闘が会話対話でござるよ。攻撃をぶっ破して HP を削り切るのとはちょっと違うでござるな。ああ、なんてことだ、左手と左足と右足と右腕が全部一旦もめみたいになっちまったでござる。なんか揺れてるでござるよ。キャラメイキングするとムービー出て映えるね。なんでござる、だ、ダイダラボッチ。あ、すごい凍ってる拙者。くそ、また呪いを受けてしまった。うお、やばやば。ワイルドハーツ、わあ、これいいね、演出いいでござるよ。拙者これ買いでござるな。もともと買う予定ではあったでござるけど、やっぱ先行体験版やってみて、なんかあのゲーム性とかもね結構気になるでござるけど、なんかこのゲームよしやろうっていう瞬間があるでござろ。今来たでござる、それが。うん、なんでござる、ここはあの世か。さん、さん、さん、そなたは美しい。あ、何足りに、お飯代ならないでござるよ。されど望みの意図は途絶えておらぬ。ああ、そうか、からくりなしで戦ったんだもんね。お、からくりった。これは種、あまたの命つづりしからくり。獣は枯れ。ムジナさん、お面取れたけど、お、ま、その下またお面だござった。ああ、これがなんでござる。港へ向かうのじゃ。からくりってこの世界の獅子狩りの道具とかではなくて、なんかちょっと特殊な道具でござる？スタンドみたいな。いいね。いや、ムービーにめっちゃ映えるやん。メイキングしたキャラがここまでしっかりドラマに入り込むのはいいな。しかもとんでもないキャラも作れるから、これ面白いムービーがツイッターに溢れるでござるよ。これ10時間あっという間だな。だってここまで結構やってるでしょ。キャラメイキングで1時間以上かかったでござるからね。ネタにするか可愛くするかね、めっちゃ悩んだでござるよ。癒し水。おお、なんか昔拙者が飲んでいた岩清水というレモン味の水を思い出したでござる。はあはあはあ、おれれれ、
あ、でもまだわかんないか。モンハンみたいな仮マップなのかと思ったけど、探索マップの末にボスがいる感じでござるか。これからくりか。かっこいい。なに L1 で。おやおやおや。おお、すごい。そうか、まあそうだよな。あのでかいからくりな、不思議な力なしでそんなすぐ出せんでござるよね。これいわゆるゼルダ感のあるギミック時みたいな感じでござるかね。積んでいく。自由に出せるっていうよりも出せる場所が決まってて、たまたまここでは使ってるだけ、力の表現として。待て待て、結構難しいのでは。 L1 が設置、四角丸三角×、破壊が R1。 お、マジか。結構からくりの糸っていう、いわゆるマジックパワー的なものが必要であるということが。あ、でも確かになんかあれでござったもんね。材料を消費して有限で使っていくって。これなんかね、ビューンってジャンプするんだけど、え、からくりの糸ないよ。箱を登る。箱登ったでござるけど。箱登ったよ。登った。あ、それで掴むのね。なるほど、下手くそがバレてしまったでござるよ。よいしょ。なるほどね。お、すごいね。こういう感じなんだ。これ戦闘に生かすの？面白そうでござるな。からくりの糸を集めれば箱を設置できる。 L2 で探す。お、なるほど。こういういわゆるサーチもあるでござるね。で、こうやって集めるんだ。全然、もっともっとモンスターハンターに寄ってるかと思ったけども、もうちょい違うでござるな。これで戦闘中に MP 集めるようなもんでござろ。箱どこに作るの？どこに作るでござる？ここか？あ、しかも完全に自由っぽい。なるほど。あの？あ、そういう感じ？そういう感じか。なるほどなるほど。これもしかしてなんとなく壁の登ってたでござるけど、スタミナかなんかがあって限度があるでござるか。え、これ難か、結構アクション性っていうか、なんつうの、瞬間的にからくり選ぶの結構難易度高いのでは。視覚にも使える。箱を作る。跳躍して四角。行くでござるよ。ザーン。あ、技が出るんだ。だからくりと合わせて技を組み出す的な。なるほど。かっこいいでござるね。これしかも武器8種類あって、その武器ごとに使えるんでござろ。かっこいいじゃん。これは、モンハンの立ち使いの兜割り勢もにっこりでござるよ。小さな鱗。ま、でもまだまだだよね。ここさ、操作の、マジで、チュートリアルでござるけど、こっから、この先、いわゆるモンスターハンターみたいに、あの、素材集めて武器を作って、強い武器を作っていくゲームなのか、それとも、あの、ニオみたいに、冒険して、ボスを倒して、まあ、素材ゲットして、武器等々は作るにせよ。どっちかっていうと、まあ、あの、たくさんある種類から選ぶというよりも、なんか強化していく感じなのか。でもなんか、確かね、なんかの記事で属性があるって書いてあったんで、ボスに対応した武器は作るのでは。面白いぞ。面白いでござる。あ、すでに、雰囲気、システムともに、いいでござるよ。このからくりが、あのね、慣れないけど、やりにくいんじゃなくて、これ、新しいでござるね。よいしょ。いいやん。いいやん。この、ちょっと重さのあるジャンプとかも好き。あの、あんまり自由に動けない。あ、いや、割と自由に動け、あ、いや、そうそう、あんまり自由に動けない。なんか寝てる。どうした？どうしたでござる？どうした？
大丈夫か、箱か、箱が欲しいのか、解釈か。待て待て、龍脈からくり、これでござる、合ってる。龍脈コストっていうのを使うでござるね。置ける？龍脈の力が不足してるでござるよ。これが龍脈の力？結構要素いっぱいあるでござるな。これが龍脈の力？まあでもいかにも龍脈っぽいでござるよ。これは？これは？これもなんか素材が。え？何これ？どういうこと？全然わかんない。解放？解放していいの？龍脈からくりを設置できる数が増えた。お、それすごいでござるな。でも龍脈からくりとさっきのからくりは違うの？ここがわからんでござるな。で、とりあえず、こいつを置く。人の近くにはからくりは置けない。この辺なら置ける。はい。気に当たる。オンラインプレイができる。狩りの目標を決める。え？オンラインプレイ。一応ここまででござるかね。ちょっとオンラインプレイちらっと覗いてみようか。ルームの作成や検索、セッションの変更などができる。ホスト以外の物語は進行しないが、ホストと自身の物語の進行度が一致している場合のみ、自分のセーブデータの物語を進行する。だって。あ、すごいね。いや、まだなんかあるな。獣狩りの幕屋を設置せよ。あ、これか。あ、なるほど。え、これ設置してどうすんの。野営地、大樹の野営地を解放。なんかいろんなところに野営地を置けるって言ってたけど、どういうこと？自由に置けるのか、休憩、拙者休憩していいでござるか？解放できる？ま、なんで？なんだおめえは！なんだおめえは！びっくりさせるんじゃ、なんだこのファンタジーあふれるネズミは。野営地を守るために獣を狩れ。これが一体メインのミッションとどれぐらい関わりが出てくるか全くわからんでござるね。なるほど。箱は獣の攻撃を防ぐ盾となる。でもこれ有限だから、無限にこれで、癒し水。無限に、盾を置くとかそういうことではないんでござろうね。取ったりするんだろうけど。いた！なるほど。これは結構新しいぞ。くらえ！入った！難しいな、これな。食事は癒し水？いや、上ボタンで癒し水だ。なるほど。これうまく使わないと、厳しいやつだ。あ、でも、あれ、今攻撃食らわなかったな。これ乗るのもね、結構難しいでござるよ。おお、ダメだ。回復回復。あ、ちょ、これも時間かかる系だ。すぐ回復できない系だ。いやー、これむずいでござろうが。ええー、普通にこれ普通にモンスターと戦うでござるよ。よし、回復回復、もう一個使いたい。足止めなきゃこれ使えないでござるね。箱を破壊されないように移動して、あ、でも糸はあるでござるな。いやー、これむずいでござるね。単刀直入に切ってもダメでござるよ。届かないしね。うわ、マジか。結構しっかりしてる。想像以上に、想像以上にしっかりしている。あ、箱を高く重ねるほど強くなる。今は設置できない。そ、これはこれマルチプレイでやんの。これ面白いでござるよ絶対。ちょっと待って、ここじゃあとりあえず先置きしちゃおうか。あ、まだ置けないか。破壊どうやんだっけ、これ。わかんない、操作がわかんない。これ何
いや待て、倒そう。操作に関してはまた後だ。採掘、あー簡単に取れる。うわー、ちょ待って、まずいまずいまずい、気絶したでござる。いやちょっとやば、くらえ。これどれぐらいダメージ与えてるか分かんない。敵の体力出ない系だ。来い、くそ、行くでござるや。ザン、くそ、はやむずい。アスライディングもある。もうかっこ悪くてもいい、全力で全力でいく。あと何ができる。箱は箱ないでござるね。これを取って、これでも癒し水だ。いろいろ素材があるでござるよ。くそー、こわ。こういうところでは地形は使える。うわー、地形越えて乗ってくる。やべやべ、ちょっと待って、普通に勝てない。あー、くそー、何その動き。きれい。だってジャンプ攻撃で200とか与えてたから、これでも尻尾切れるだろう。これ攻撃中に向きを変えられないのも結構細かいでござるね。獣狩りの目で追う、なるほど。でもこっちからもいけるでござるな。うわー、これボス戦最初の雑魚でこれでござろう。これ多分新しいボスモンスターが来ると、あのめっちゃ緊張するやつだ。この感覚久々かも。倒せなかった、倒せたとかじゃなくてね、あーこいつと戦うのマジっていう感じでござるよ。鳥がいる。何この鳥ちゃん、この鳥ちゃん何。あ、ちゃんと生態があるでござるな。くそー、むずいんですけど。弱者生存戦略が必要でござる。あとでボタン操作も変えたいところでござる。行くぞ、行って。一辺倒のこの技だけでは攻略できない。行けるか、ダメ、くそ。もうちゃんとチャンスを狙わないと、ジャンプ攻撃なんてそうそう当てやらんぞと、当てさせてやらんぞと、そういう感じがするでござるよ。雑に戦うことを許すまじ。と行ったところ、よしよしよし、ダウンか、ダウンする。おらよし、いっぱい切ったけどダメージ値を見る限りそんなに与えてない気がするでござるね。切れたでござるか。お、違う、倒したわけじゃない。尻尾切りたい、尻尾切りたい。いけるでござるよ。まさかあいつ食うのか。食わせません、食わせませんでござるよ。やったか、違う。おお、ちょっと待って、そうか、こいつも獅子だから何か能力を持ってるでござるか。嘘だろ、今までのが乗った、お、乗ったでござる。あいつ食らえ。箱を壊されないようにしたいけど、いけるか、
くらえ、くらえ、くそ。今のところ大ダメージを与える技が他に思いつかんでござるよ。くらえ、くそ。難しい。よいしょ。ちょっとしっかり立ち回ってみるでござるか。技はわからんけども。この状態でまだ箱残ってるでござる。箱の位置多分動かせないんだよな。動かせるのかな。よしよしよし、ナイスダウンでござるよ。そして今だ、今しかないでござる。くらえ、うおっ。よいしょ、くそー、むずい。箱生きるか。まだ箱生きるでござるか。おお、どっせい。もういっちょって言いたいけど、そのまんますぐやったら絶対こわ、壊しや。もう箱を直接狙ってくるんだな。どっせい。あいつ弱点は頭部じゃないのか、もしかして。あの植物が、これ植物に呪われてるのでは、もしかしてね。どっせー。嘘だ、お前このタイミングで焼けるのか。おー、むずい。いっけ、くそー、届かない。なんか実はあるんじゃないの、手前にダッシュできる技が。壊されるよな。おあいつぶつかった。よいしょ。っていうか普通にタフでござるな。モンハン、モンハン言って申し訳ないけど、モンハンに似ているゲームってなかなかないでござるから。よし、やったか。俺はモン、あ、解釈、これはハンターおすすめでござるよ。なるほど。で、狩猟報酬でござるね。発を得とく。技を覚えていくんだよね。L1 丸で。あ、なるほど。あ、なるほど。つまりこういうことだ。これ連続で置けるかわからんでござるが。あ、難しいな。違うのか、違うのかな。難しいでござるね。おい、置き方。あ、ハツ、ああいうからくりなんだね。面白、面白いでござる。あれなんで、あ、これハツの上にハツが乗ってんの。ちょっともうギミックの改良要素がすげえな。なんかいろいろできそうだよ。すごで、歩いてもキャンプに戻れるけども、ファストトラベルもできると。強化じゃないよ、ファストトラベル。どうやるでござる。あ、こうか。さすが、さすがプレステ5。お、蘇ったか。あなたは？あなたはじゃないでござるよ。拙者、ヒンガシの千代凛は言った。もしや、行かれたこと。獅子狩りの方でしょうか。美人。そうだよ。あなたが助けてくれたのですね。まあ、そうっちゃそうかな。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいか。いいんだよ。おかげで九死に一生を得ました。ところで彼氏は？私は夏目。この先の港で家事を営んでいる。仕事のため素材の採集に来たのですが、途中で獣に襲われ。よく生きてたでござるな。気づけばここへ。自分も港を目指している。私が案内、共に行こう。良かったのですが、百聞は一見にしかず。なんでござる。
ついてきてもらえますか。はい。あそこにはここ春霞の鼓動から港につながる橋が架かっていたんです。もう一悶着あるといったところでござろうか。少し前に大きな地鳴りがあって落ちてしまったようで、私たちはその地鳴りに驚き飛び出た獣と勝ち合ってしまい、労働していた。その地鳴りの主がいるということか。一刻も早く宇治重さんを探しに行かなくては。はい、私が無理を言って付き合ってもらったのです。彼氏か。それだけに万一のことがあったらと思うと。どうしようかな。あなた獅子狩りですよね。獅子狩りというのは狩りの依頼で生計を立てるはず。うん、まあそうだね。宇治重さんの捜索を依頼させてもらえませんか。でも拙者獅子狩りだからな。私も協力しますから。協力？今何でもって言った。ありがとうございます。この恩はいずれ必ず。あの時私たちを襲った獣は琥珀主。琥珀主。港の獅子狩りたちが手を焼くという強力な相手です。それと戦うとなれば相応の武器が入りようでしょう。ここで武器を選べるでござるか。私にお任せください。私は鍛冶師。あなたのように戦うことはできませんが、適当な作業台さえあれば武器を研ぐくらいはできます。なるほどなるほど。そうか、武器これで8種あんだもんな。結構ね、一旦野営地に戻りましょう。普通に使う分にはね、まあまあまあ割と普通だけど、この月とか三角ボタンとかいろいろ入れると結構ね間に癖があるでござるよ。この一番メインとなる武器も他の武器になったら相当癖があるのでは。さあ疲れただろう。拙者とテントに。拙者のテントはこれは。まあ、とりあえずだいぶ長くなってると思うので一旦この辺りとして、まあちょっとね、まだ続き見たいぜっていう人がいれば、おそらくもうちょい先があると思うので行くでござるか。なんでござるこれ。あー、狩り場に点在するイムの門に触れると他の狩り獣、あ、獅子狩りの狩り場へ助太刀に迎える。自身とソーシャルタグが一致する獣狩りがいる場合には特別な表記があり、選択すると必ず合流できる。花宿し、あ、さっきのやつか。だからここのボスと戦いたかったらこの門を使えば一緒に戦えるっていう、まあ、モンハンのクイックマッチ、エルデンリングのサインのようなものでござるかね。なるほどな。いやー、よくできてるな。いいね。ゲームの中で一緒にプレイしてる感があるでござるよ。というわけで今回はここまで。もう個人的には想像以上でござったね。もっとなんかどれかに何か似てるのかと思ったでござるけど、何にも似てないでござるよ。で、アクションに関してはモンスターハンターをずーっとやってきた身からすると、いわゆるハンティングアクションちゃんとしてるでござるね。というわけで、次回、あるかわからんが、なんか港に、行くの巻。ピュー。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って。揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。